今回はこちらの C207 という E クラスクーペ、こちらでプラス PPL のお試しをお願いしてみました。2007年より片手では収まらないほどのレカロシートなどをお求めいただいておりますが、その都度プラス PPL もお求めいただいております。 E クラスクーペですね。エンジンは V6 の 3.5 リッター NA ですかね。ということでプラス PPL のお試しをお願いして付き合っていただいてます。一旦停止の後直進でお願いいたします。車いいなぁ。いや、いいなぁ。いいなぁ。これ AMG パッケージなの？そうですね。本当はね、AMG パッケージの普通の C クラスだとね、うん、もっと粗い。これね、うん、これ全然しつけられてる。うん、全然いい。じゃあ、一旦停止右折でお願いします。204の後期のクーペ、AMG 乗りましたよ。はい、あ、本当？やっぱりもっとね、BMW みたいだった。あ、そう。ハードでクイックで。ハードだよね。ハードです。これはすごくなんか動きも大きくて優しくって。これエンジンのミッションのつながりとか、うん、音とかをちょっと学習しててね。ここ左覚えててね。で静かに頭出して、はいどうぞ。はい、いいですよ。頭出して手前車線に首振ってください。はい、青になりましたから進行です。左折、向こうですね。はい、まっすぐです。これマンホール乗り越えた時の音とか。そんな印象、うん、覚えててね。後で外すからね。じゃあそこ停止でお願いします。どうなの、ナビのアップデートとかって検索してみた？ナビ17年が最終だったんでそれ入れましたよもう、うん、それで最後です。でもね、圏央道が海っぺりまで行ってたんで、あ、これでもう多分これでいいやって、もうこれで終わりですって。うちでも、あ、そう、うん、いい車ですよね。いいよね。いい、全然趣ある。じゃあ、突き当たり左折ね。はい、で、悪いんだけど、あそこに戻ってくるというテストコースでお付き合いください。はい、お左折でお願いします。でね、マンホール踏んでって、適当にアクセル加速していって、その印象を覚えててください。揺れ方とこの音ね、ドンドンっていう音ですよね。この道5年ぶりですよ。どういい46だったっけな、前は。まあ、そう、46330。いや、舐めるように走ってますね。最初のとこ来ないと、この道通らない。普通そうだろうな。今のすれ違ったやつのクーペです。そうだね、クーペです。顔は一緒でね、うんうん。じゃあ、減速でお願いします。覚えてるね、これね。そうですね。戻ってくるからね、この全体的な音。ゆっくりね。そんなに飛ばしちゃダメよ。ゆっくりね。はい、減速、減速、減速。最近あそこ車がね、出入りが増えたのよ。うん、そうなんですか。ここの角っこのところね。そうね。そうです。バタバタって感じを覚えてるね。最近この動画撮ってないんで。あ、そうなんですね。YouTuber ジェットセットなんですけど。一旦停止でお願いします、うん。自転車クリアさせた方がいいかもしれないね。で、ごめんごめん、左折のウインカー。あ、左折、うん、あ、ここで、うん、あのフェンスの前。フェンスの前に止めてってか、うん。そうそうそう。はいはい、で、そこで、はい、行っちゃいましょう。フェンスの前で行っちゃってください。で、そこで外すからね。で、ボンネット。またリリースして。じゃあ待ってます。ここ、あ、お願いします。助かります。ボンネットだけリリースしてください。さっき練習したんだけどね。ダサいな。よしよし、こんな感じですね。いい買い物だなぁ。外から U ターン、今のコースに入りました。これはいい買い物でしょ。いい買い物だなぁ。12年落ちですよ。どうします。なんでこんないい状態で残ってんだろう。なんかどこがやれてんですかって感じです。本当だよ、うん、全部完全に動くし、こ
なんかもうそのステアリングとか駆動系とかの動きがね、もう全然どうですか。あ、全然あれですね、グラグラするじゃないですか。どうしましたか。やっぱバンパーのオイルが抜かれましたか。音がちょっとひん、音っていうかなんかもう揺れ方が、ね、揺れ方がね、ショックが抜けましたね、急に。あと音が上がったな、うん、上がりますね、直接聞きます ね、うん、あ、速度調整しちゃおうか。あれですね、E クラスクーペが46になっちゃった感じ。面白いね。面白いですね。面白いね。そこに持ってんのにあれなんですね。あのね、やっぱりね、オフセットして持ってると効きが変わるね。そうなん。これ真ん中に行くとね、結構効いちゃうね。ああ、やっぱり渋くなってるね、車が、うん、そうだよね、うん、滑らかさが消えた。面白いですね、この実演販売の、うん、本当だよね、いいサンプルになってしまう、うん、本当だよ。あ、全然あのもう動いてる幅が全然違いますよ。違いますよね。なんで足が離れちゃうんでしょうね。その通り、うん、なんででしょうねって、うん、やっぱりちょっとなんかちょっとタイヤが古くなったような印象。そうそうそうなんですね。だからつけてると、うん、あ、新しいタイヤ変えてよかったなっていう感じするよね。面白い面白い。あ、もう全然もう 今飛んだ今もう全然違いますよね、うん、飛びましたよね。え、お付き合いありがとうございます。本当に面白いと思います。じゃあそこで一旦停止で今度は右折になりますので、お付き合いよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうですか、全体的な印象はやっぱり聞いてますかね。聞いてますね、はい、ありがとうございます。聞きますね。これ慣れちゃうんですけどね。ね、慣れちゃうんだよね。あ、全然違うんじゃないですか。ありがとうございます。いいとこで工事してて。本当で、まっすぐです。あの2つ目の信号直進になります。あのシルバーのクラウンはちょっと怪しそうですね。そうですね。ね、ということで今回も、とても良い結果を得られたようで、メッセージが到着いたしました。ということで、同様なお車にお乗りの方で、さらに快適な乗り心地をお求めのお客様がおいででしたら、ぜひジェットセットにアクセスをいただければ幸いでございます。